Are you talking to me? Okay. That's my project. さあ、イグス幼虫がなびら三振広めたいのコムヤエビ。今日はですね、名古屋から神田ばあさんが、名古屋さん、ミス、あ、ミスター名古屋来ました。Oh, that's wonderful. Oh, no. Great. Nice to meet you. Oh, oh. Yeah. Yeah. Go, go, go. America, this way, this way. Oh, American style. Yes, American style. All right. さっき朝で言ったね、あのリハーサルじゃないけども、いきなり本番ぶっつけて、で、沖縄良いとこ、一度は面相礼って言うけど、もう何度も面相礼って感じで、毎月な、ね、何回来てるんですか？年ですね、4回から5回来てます。で、さっき三振を、神田ばあさんが三振を始めたきっかけも聞きました。とても感動しました。ぜひまたブログでもその思いを紹介してください。お願いします。あ、自己紹介してもらいましょうかね。 YouTube はもうとっくにデビューしてるんですよ。でもその YouTube デビューも私の YouTube を見てデビューしようと思ったっていうのがまた嬉しくて、最近そういう声も増えてきたんです。嬉しいです。そうですよね。じゃあ神田ばあさんの、あの、また自己紹介。神田ばあっていうユニットを組んでます、よしこです。女性みたいな名前です。深いわけがあります。深いわけがあります。聞きたいですね。その深い、いい話はこの後聞いて、ゆっくりと。どちらの出身でした？あ、出身は長野県です。長野県。沖縄ね、昨日はもう半袖、今日は少し寒いですけどね。沖縄のいいところって一口で言うとどんなところがいいですか？海が綺麗な、海が綺麗、暖かい、暖かい。夏はちょっと暑いですね。夏は暑すぎますね。冬は暖かいですよね。冬ですね。はい。三週吹くとまた心もポカポカしますよね。そうですね。そう、人もすごい暖かいしね。本当に暖かいですね。暖かいですね。初めてお会いするんですもんね。はい、そうです。もうそんな素晴らしい出会いが三振の音色を通して、なんか今。内地までは届いてるみたいですが、ね、アメリカも届いてますね。すごい世界に届けたいんですよね。あの神田ばあさん、ピアノと、あ、ピアノと笛、笛、あれももう感動しました。いやいや、そのもう今度やってばっかり、練習したばっかりらしいですよ。そう、もう三振もまだそんな立ってないっていうから、これはすごい、すごい、すごい、うん、もうこれから楽しみです。いや、ありがとうございます。じゃあまたこの後三振いて楽しましょう。あと青森もありますから。あ、ありがとうございます。はい、そんな感じで今日はエンジョイしたいと思います。イエーイイエーイ